はいどうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回こっくりさんやりましたので、それのコメント会なんですけれども、はいはい、先にですね、うん、あのこんな早く行くかと思ってたんですけれども、うん、あの3万人突破したらさ、こっくりさんをじゃあマジでやりますよみたいな、うん、一応ね、言いましたね。そうそう、こっくりさん会に、こっくりさんじゃないにしても何かしらの高齢率、うん、何でもね、かんでもまあまあマジでやってみます、ね、見せますよっていうコメントで来たらって言ってたね。そうそう、言いましたけれども、うん、あの3万人を突破しまして、ああ、ありがとうございます。よかったですよ、本当。拍手聞こえてますよ、皆さんの。ありがとうございます。割れんばかりのスタンディングオベーションがね、今立って聞こえてます。聞こえてますよ。ありがとうございます。うん、まあ、マジでやりますよ。大抵ね、うん、こういう高齢術って、うん、何も起きないで終わってしまうじゃない。まあそうだよ。うん。うん、まあ何か起こってほしいですけれども何も起こらないと思うんで、うん、それはちょっとね、あの見てる方もたらたらなんかあのおっさん二人がコイン押さえつけてるっていうのだけで終わってしまうから、それだとなんか意味わかんないじゃん。こんな意味はわかるけど、シュールなこと。けど、見たいかはちょっと疑問だ。だから、あの、僕ら実は、都市ボーイズを組んで、うん、あの、もう5月で5年目なんですよね。5年ですか、うん、?5 年やってるんですよ、うん。そう、毎週休まずやってますけれども、はい、まあ5周年で、で、なおかつ3万人突破したと。うん、で、まあ、こっくりさんもそうなんですけれども、5周年の方もあるから、うん、生配信。やろうかなと思っております。初の試みじゃないですか。そうですね、 YouTube では生配信は初です、ね、うん、だから生配信で、まあ、うん、質問を受け付けたらそれも答えますし、なおかつ、まあ、後半部か前半部かわからないですけど、どちらかで、うん、まあ、こっくりさんを入れてやろうじゃないかという。じゃあ生こっくりさんを、はい、そうやるってことですね。そうなんですよ、生こっくりさんですよ。あんまりやってる人いないんじゃない？いるのかな、ね、ちょっとわかんないけど、こっくりさんやるんで、うん、イエスのあいうえをなんたかんとかで0から9まであるじゃない、うんうん、皆さんが聞きたいことこっくりさんやりましょうよ。あ、なるほどね、うん、で、それのイエスはノーが、そうそう。聞けると。そう。まあ、機能すればだけどね。機能すればね。まあ、僕らも大人ですから、間違わんかったら、まあそこはこっくり忖度はしますけれども、するかもしれないけど、まあそこはちょっと多めに見てよと。うん。うん、そうだね。多分昔始めたらニヤニヤするから。ね、30過ぎたおっさんがニヤついて、自分動かしてたら、これは、降りてないなって察してもらえる感じだよね。そうそうそう、うん、で、それはちょっとまあまあ、そっから遊びですよね。まあまあそうだね。で、まあそれで面白く本気で僕らをちゃんと呼ぼうと思ってやるから。はい。だからあと別に、こっくりさんに限らず、うん、チャーリーとかでもいいし、そうね、そう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 、キューピッドみたいな、うん、そうですね、エンジェルとか。だからいくつか用意しときますよ。まあ、ここからやってもいいし、うん。そうそう、3つぐらいやらせてもらって、その中でまあまあ何か起こればなと思って、まあ、そうですね、やらせていただきたいんですけれども、うん、で、今回ですね、うん、コメント来てるんですよ。はいはい。でね、あの、こうした方がいいですよっていうのはあるんですけど、うん、俺がちょっと一番着目したのがですね、うん、体験談。体験談ね。体験談なんてさ、うん、まあ俺、その、さほどないと思ったのよ。聞いた話ですとか、うん、隣の教室でとか、クラスかなと思ったら、うん、我が体験しましたみたいな。うん、え？ってのが多かったんで。やってるんだね、やっぱりね。うん、やってるのよ、うん。まずですね、ちょっとコメントから読ませていただきます。うん、まずはですね、モンスターコウジさん。モンスターおじ、はい、ありがとうございます。多分キッカーでしょうね。いや、わかんないですよ。それだけでわかんないですけど、モンスターのコウジと来たらキッカーでしょう、うん、はい、はい、小学校の時、うん、こっくりさんとエンジェルさん流行ったな、確か2000年だったかな、うん、こっくりさんやってた同じ小学校の女の子が規制を上げながら、うん、裸で廊下走ったと。もうすごいね。でこっくりさんが問題になりました。うん、完全にやばいね、それ。これ、壊れたね。そう。裸で女の子が、うんうん。いや、男の子やったらまだわかるよ。年頃の女の子は。そう。うん、中澤さんも、霊に飛びつかれたふりして、学校中を、四つん這いになって走り回ったって話がありますから、はいはいはい、男やったらそう、まだわかる、うん。黒歴史で済むけれども、うん、女の子って。そうだね、うん。ちょっとそれ、だってトラウマになるよね。そうね。もし、うん、意識してないでやってたら。男の子やったらさ、お前裸なんなやーで済むけど、女の子やったらさ、うん、わ、うん、おわ、おわ、ですよ。同窓会でも話せないね、その話。あ、おわ、おわ、おわ、あったかな、そんなんみたいになる、ね。おわ、って言うでしょ。で、言葉がないよね。うん、なんですけれども、そういう体験をした人がいると。ね、それなんか取り付いたっぽいね。うん、すごいでしょ。付き物系っぽい。続いていきましょう。うん、ミカイトさんです、うん。ありがとうございます。
友達が心霊スポットでこっくりさんをした時にって、ここでもちょっと乗っかってんのよ、うんうん、心霊スポットでこっくりさんにあるんですって、うん、すごいですよね。よりやっちゃいけない感は強いよ ね、 うん、質問も終わり、鳥居に戻ってもらおうと、まあ、最後は質問終わったらお帰りくださいって鳥居に返すんですよね、うんうん、それを戻ってもらおうとしてもなかなか戻ってもらえないと、うん、しまいには無理やり鳥居に思いっきり力を入れたんですって、帰れーっていうふうにグーッとね、うんうんうん、でもビクッともしないんですって、うん、コインがね、うんうん、へってなって怖くなって、うん、下にね支えてるその台を蹴っ飛ばして無理やり終了させたっていう、うん、なんだよその、うん、強制終了みたいな、強制終了あのファミコンの充電でセットボタンを押しちゃうみたいなさ、何なんだろうそれ、動かすために力入れるあるけど、うん、動かないから力入れるって、うんうん、ちょっと怖いな、それ俺強制終了の仕方が面白いなと思った、ね、そんな感じで終わるんだって椅子蹴り飛ばすっていうね、そうそう、いや面白いなと思って読ませていただきました。次行きましょう、はいはい、次はですね木田さかなさんです、はい、ありがとうございます。うちの同級生も、うん、ちゃんと聞いてくださいよ、うん、シャーペンを、うん、膝にザクザク刺して止まらなくなって大問題になったもう意味わかんないけど、いやどういう状況なんそれで、こっくりさんが学校で禁止になりました。多分取りつかれたのかなんかなっちゃって、うん、やった後かな、そう膝をシャーペンでザクザク刺すってさ怖ー、何それ硬い部分、うんうんうん、柔らかくしたかったのかな、なんでだよどうしてだよなんだろうね土木作業員みたいなと思わないでしょ、うん、怖ない怖い怖い、なんだろうね、ザクザク刺すっていう、それ取り憑かれたとしてもなんでって感じじゃない、そう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 、理由が見えないよね、そうよね、だから、うん、昔ね、あの霊が取り憑いて、うん、霊が取り憑いた瞬間だけその人は自分に、うん、要はあの自傷行為みたいな行動に走るっていう人がいて、うん、それはその人が自分を簡単に扱ったからね、霊が、ああなるほど、うん、だからこいつをこうつけてやろうって言ってそいつの体に入っちゃってそいつを傷つけるって話は昔ありましたけどね、俺を舐めたからだぞこの野郎っていうことね、で膝刺すっていうのありますけどね、あそれはじゃあちょっと理屈通るね、でももっとあれもそうかな、何かすっごいさ俺いじめられててさ、うん、いじめっ子が近づいてきてさ、うん、シャーペンをここの桃の部分にさ、うん、ザクッて刺すのよ、お前のね、うんうん、でパキッて折るのよ、うん、芯入ったままよ、うわーあるわそれ、うん、でヘヘヘヘって笑って、うん、ふわって逃げていったって話があるんですけど、うん、こっくりかな怖っ理屈が通らなくなっちゃうそれ怖っいやお前のが怖いよそれ覚えてんの忘れろよその絶対復讐してやるからなお前覚えてろよあの時の芯刺されたものです、取れたの芯取れてないよって話なんですけれどもね、さあ次いきましょう、うん、次がですね、あのこういうのどうですかっていう案、あ案、うん、提案ですか、提案なんですけれども、はい、コタさんでいいのかな、コータさんかな、うん、はいありがとうございます、これ面白いんですよ、うん、すごいね作家的な案なんですけれども、うん、本当に思い込みなんだとしたら、うん、その場で適当に考えた高齢術をやらせても動く可能性ってありますよね、うん、こっくりさんを信じてる人をゲストに呼んで、お二人が考えたクソ適当な高齢術をやらせてみるって実験もちょっと見てみたいっすねという性格の悪いこの人ね面白いけど、うん、あの S だわ、 S ですよ、ひどい S だな、うん、ね、うん、でもすごい面白くない、俺がすげえやりたいやつだわ、あそうそうね、岸本さんが好きそうだなと思いましたよ、うん、めっちゃ楽しそう、そうですか、案として、うん、これでもあれだよね、うん、だから俺らの動画を見てる人にはもう無理だよね、あまあねだから、うん、見てない人で本当はマロさんとかでやりたいけど、すごい面白いですよね、うん、だからあの、まあ、僕らの共通の友人、うん、いや知人で、うん、あのいるじゃない一人ね、うん、ある人がいて、その人が、うん、まあ、島さん知ってるかもしれないですけど、その占いの代行やってたじゃない、うん、パソコンでね、やってた、ね、でそれのコツっていうのが、あの他のネットとかに上がってないような要は占いの方法でもって占ってますって相手に伝えるんですよね、あれね、オリジナルの占いをそうそうそうテンプレートでいっぱいあるんだけど、そうね、うん、それでもって送っていると、でそれでない方が要はどこにでもあるようなもので占ってもらってると思うと、うん、例えばまあ水晶や何やらって占ってもらってると思うと、うん、嘘やって思っちゃうみたいな、うん、オリジナリティある方があっちも信じるって話ありましたよね、わかるわかる、そうそう、除霊するって言ったじゃんあいつも、うんうんうん、先生って言われてるみたいなどうやら
寝っ転がりながらパソコンやってるやつが、そう作ったやつが、うん、なんでだよって、ね、条例できてるからね。そうだよね。だから思い込みなんやなと思いますけれども。いやだからそうなんだろうな、うん、どっかの国のすごい古典的なものを引っ張ってきたっつって、うん、生の豚肉に手、はい、指を突っ込んでとかな、はい、適当なのやった方がマジでリアルに思うんだもん ね、そうね、血はなんとかでみたいな。そう俺らもそういう文言をさ、うん、太陽から降り注いだ火を血に浴びせ、そしてあなたの胸へピッとインみたいな。そうそう。いや、そういうことよね、うんうん。そうなんですよ。いや、面白いなと思って。うん、いや、すんごい性格悪いけど面白い。やりがいがある。そう。あの、作家として楽しいやつ。うん、オカルトドッキリみたいなやりたいね。やりたいね。うん、やりたいですね。面白いな。はい。うん、ありがとうございます。はい、次行きましょう。次がですね、うん、もう常連ですね。うん、面白い。まこちゃさん。うん、ありがとうございます。小学生の頃、はい、キューピッドさんは数回やりました、うん、恋愛に興味があることやっていましたが最初は動かないので、うん、みんながざわざわってなるので、うん、私は動かしました。それから盛り上がったので毎回動かす役をひっそりやっていました。これも多分こっちのタイプだから、ね、性格的には〇〇くんって私のこと好きですかね、うん、イエスって自分で動かしてよかったじゃん好きだってそう告ってみないよみたいなやつ。いや絶対そうよね。まこちゃさんがいない時動かなくねってなった時、うん、あれそれ最悪のパターンだね。こっくりあの子じゃねってなった時が怖いけどね。それ逆に、うん、よかれと思ってやったのでハブられる可能性とかあるからね。呪いより怖いから、ね、あいつインチキじゃねみたいな。そうなんですよ、うん、奥さんのね、うん、あの友達のお母さんが若い時にこっくりさんやってたんですって、うんうん、30年とか40年前ね、うん、で本当流行っててやってたら急にですやってた人が、うん、わーって規制上げちゃって、うん、えってなってたらそのまま結構高いね、うん、まあ、あの会やってたんですよ学校のね、うんうんうん、そっからふって飛び降りちゃって頭から、うん、ま、窓からそうなくなっちゃった。へえ。そのままこっくりさんやった人を死に至らしめるっていうケースを、うんうん、奥さんの、まあ、友達のお母さんが体験して亡くなるってだから相当強いんだよね。まあ強い念なのか、うん、その単純に催眠系だとしても強くかかっちゃったのかわかんないけど、うん、取り付いたのかわかんないけど姿勢が効くじゃん飛び降りる前に、うん、高いからダメみたいな、うんうん、そのさ要はガードみたいな心のねプロテクトみたいなのも全部取り払って、うん、そのままふっと何もなく落ちちゃうってさ、うん、俺結構すごいと思うのよ。それこそよく言う低級例っていうレベルでできるのかなって思うよね、うん、それぐらいそうね。いやだからちょっとすごいなと思う。僕らも、うん、ちょっと気をつけながらね、うん、笑ってはいたけれども、うんうん、ちょっと注意しながらやろうかなと思っていますけれどもね。でもあり得るじゃん、うん、俺がさ、はい、そのトロフィーをさ、うん、自分の足に差し始めるみたいなことを、うんやるかもしれない。いや俺や優勝したやつだからごめんっていうの優勝の心配はいいんだよもう終わったことだからみんな忘れてないかなと思って俺優勝してんのよ4冠なのよね、うん、忘れてないと思ってみんな、うん、まあまあそんなもんだったんでしょうけど違うわまあまあそういう感じでね、はい、本当にまあ気をつけながらやらせていただきます、はい、まあ、コメントもねいろいろありがとうございました。本当にその書き込む時に自分の思い出だから思い出すのもちょっと辛かったかもしれないけれども書き込んでいただいてね、うん、あの僕らの血となり肉となったんでなってねえ別にいやいやあのこういうケースがあったんだなというものでね、まあ、知識としては、ね、そう知識として僕らが蓄えて行って次世代の人に危ないよってまあ言わせてもらうんで、うん、ありがとうございました。危ないよって言うやつやんないんで。ありがとうございました本当に、はいはい、ということでじゃあ、はい、ぜひ生配信の方を楽しみにしていただきたいと思います。ありがとうございました。このテーマ不幸の手紙。11月22日に、兵庫県の、まあ、ある場所で家父母をめった刺しにされて殺されましたと。怪しいやつはみんな殺す計画を立てたのですと。実はもうね今もあるんですよこれ。今もあるの。エアロビやってんじゃねえよてめえこら。